皆さんこんにちは、ガンプラコンシェルジュの高橋です。今回はこちらガンプラ40周年を記念した大きな発表会に潜入しております。ということで今回そちらで発表された展示物どんどん見ていきたいと思いますのでよろしくお願いします。ということでまずはこちらでございます。こちらはですね J リーグのコラボレーションガンプラでございます。 HG のガンダムの J リーグバージョン、そしてこちらハロプラのハロの J リーグバージョンでございます。こちらのアイテムはですねこの J リーグのロゴをイメージしたカラーリングになっておりまして、特にチャームポイントとしてはこちら各部がスパイクが付いてたりとかなり面白いアイテムとなっております。でさこちらは J リーグのオンラインストアで販売中でございますのでぜひ皆さんゲットしてください。 J リーグコラボはこれだけではございません。各チームの、このカラーリングをイメージした、限定のガンプラがそれぞれ登場でございます。こちらはですね2020年の J20 クラブのコラボレーションガンプラが発売予定となっておりまして、こちら販売方法などはコラボレーションの公式サイトで発表予定となっております。ぜひ皆さん楽しみに待ってください。続いてはこちらでございます。ガンプラリンクプロジェクトということで、こちらはですねガンダムドックスアット福岡ということで、まあ、盛り上がっておりますガンダムメス福岡とこちらキャナルシティのコラボレーション企画となっております。ということでこちらの限定ガンプラが登場ということでこちらでございます。じゃん、こちらガンダムベース福岡限定のハイグレードユニコーンガンダムペルフェクティビリティのデストロイモードバージョン GSF でございます。はい、こちら、2020年夏発売予定のアイテムでカラーリングがレッドに変更されサイコフレームはグリーンとなっております。ぜひこちら展示されておりますのでご覧ください。続いてはこちらです。ガンプラリンクプロジェクトのこちらユニクロとのコラボレーションでございます。じゃじゃん、はい、以前もコラボレーションございましたが今回もコラボレーションでデザインの異なる HG の144分の1のガンダムとザク2のユニクロバージョンとなっております。続いての展示はこちら、皆さんお待ちかねガンダムビルドダイバーズリライズの最新ガンプラの展示がございます。近くで見てもらうと先日発表のあったこちらまだ敵ガンダム過去仮だったり、こちらユーラベンガンダム、そしてこちらボドムポットなど多種多様な最新ガンプラの展示が追加されております。こちらには追加されたコアドッキングシステムの新たな形態なども入れますのでぜひ見逃しなく。そしてですねこちらのガンダムビルドダイバーズリライズは2020年4月より配信&放送が決定しております。ぜひ皆さんこちらもお見逃しないようにお願いいたします。続いてのコラボレーションはこちらでございます。こちらはガンプラ40周年とルナシーの30周年コラボ企画でございます。ルナシーの最新アルバムにこちらのじゃじゃん、ザク2のバージョンルナシーが付属するセットになっておりまして、カラーリングがブラック一色、そしてですねこちらのオリジナルのマーキングシールとなっているスペシャルなモデルとなっております。ちなみにこちらのモデル真っ黒というところで連想される方も多いかと思いますがエコプラとなっております。という形でとてもスペシャルなガンプラとなっておりますのでこちら見逃しないようにお願いいたします。皆さんいかがでしたでしょうか。ということでですねこちらの先ほどご紹介した展示物ですが、一部の、展示はガンダムベース東京に実際に展示されておりますのでぜひご来店された際はご覧いただければと思います。ということで今回の配信は以上になります。ぜひまた見てください。またねー。